これが朝ごはんですね。白菜と小松菜を入れたお味噌汁。ここに MCT オイルもプラスしてます。で、昨日漬けにしたカツオのたたきを焼いたやつに、かぼちゃ、もち麦ご飯です。では、いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。今日はですね、午前中、今からですね、保育園の運動指導に行ってきます。その後、難波に移動しまして、午後からは夜にかけてですね、パーソナルトレーニングをしていくような形ですね。まあ、合間時間もあるので、事務作業とかもしたりする時間があるんで、まあ、そういう一日出かけてる時にどういう食事をしていってるかっていうのを見ていってもらえたらなというふうに思います。では、今日も張り切って行ってきます。で、お昼ご飯。これは2日前に、作ったすき焼きの残りに、かぼちゃをチンしたやつを入れただけですね。それに、ラップに包んだもち麦ご飯です。今日はこれで、お仕事が、全部終わりました。で、今日の一日の食事をちょっと振り返っていきたいと思います。夜ご飯はまだですが、朝昼ですね。朝昼振り返っていきたいと思います。今パッて出てると思うんですけれども、まず朝ごはん、基本的には和食をベースにしています。パンを食べる日はほとんどないです。なので基本的には365日だいたいご飯を食べてるかなというふうに思います。たまにね、米粉パンを食べる時もあるんですけれども。で、まず味噌汁なんですけれども、味噌汁に基本的にはですね、めちゃめちゃ具材を突っ込みます。まあ、これでもう忙しい時でも味噌汁とご飯だけ食べとけば大丈夫みたいな状態を常に作れるように、味噌汁はですね、具だくさんを意識して使ってます。で、その横にあるのが、これカツオのたたきなんですけれども、前日に買ってたんですけれども、半額でちょっと匂いがあったんで、もうちょっと火入れちゃいました。火入れて、漬けにしてたんで、醤油のちょっと甘辛い醤油の味みたいな感じになってます。で、こんな感じでタンパク質とか野菜とかでビタミン、ミネラルをしっかり取れるようにしています。で、次にお昼なんですけれども、これは前々日ぐらいに、すき焼きをしたんですね。で、すき焼きをした時の残りを、詰めただけです。まあ、こんな感じでやっぱり作り置きとかしとかないと、毎日こういう自炊で続けるっていうのはなかなか厳しいんで、なんで作り置きとかもガンガン使用しながらやっています。で、かぼちゃが入ってるんですけれども、かぼちゃはアトピーさんにとってとても大事になります。かぼちゃに入っているビタミン A、ベータカロテンっていうやつが肌をしっかり修復するために必要な栄養素だったりするので、基本的にかぼちゃは積極的に取り入れるようにしています。夜ご飯は次流れると思うんですけど、まあ、多分すき焼きの残りですね。
まだ残ってるんで、それをやって味噌汁入れて、もうほぼほぼ朝ごはんと一緒やないかいとか、朝と昼を融合したみたいな感じの食事になるかなというふうに思います。では帰ります。お疲れ様でした。これが夜ご飯ですね。朝と一緒のお味噌汁にチンしただけのかぼちゃ、残りのすき焼き、もち麦ご飯、納豆です。いただきます。ごちそうさまでした。